それでは、このセクション 4.3 の、 拡張ユークリッド互助法という話に進みたいと思います。で、まずですね、この名前を聞くと多分多くの人が持つであろう疑問がですね、どこが拡張なのかというところに関心があるかと思いますけれども、こういう話です。と、まあ、A と B を今整数としまして、まあ、D をですね、A と B の最大公約数と、最大公約数か、最大公約数とします。で、この時、その、まあ、これまでの、まあ、皆さん、その代数の授業などで聞いていると思いますけれども、この時にですね、ある、整数 S と T というのが存在して、D がですね、SA プラス TB で表されるという事実があります。で、拡張ユークリッド互助法は、今のこの等式で出てきました S と T を効率的に計算しようというものです。で、一応ですね、そのこの皆さんが多分去年の代数入門の時に例のいわゆる筑波大教科書を使って勉強したと思いますけれども、まあ、そこで確かこういう生成が成り立つってことはその本でも触れられてはいたと思うんですが、その求め方がどういうふうに求めていたか皆さん覚えてますでしょうか。確か僕の記憶ではその互助法の最後のステップからだん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 こう遡っていってこの S と T を求めていたように記憶しています。遡ってかな、もしくはその上からだんだん出して降りていってですね、S と T を求めていったように記憶しておりますけれども、実はこれから紹介する拡張ユークリッド互助法のアルゴリズムはですね、この剰余の RI を計算すると同時にこの S と T も同じタイミングで計算できるというものです。で、そこでまずそういうことができるというのをこの定理 EEA という定理で示します。で、ここでは A と B を整数としまして、まあ、まあ、B が A が B 以上で、それから、まあ、A、B とも比譜であるということにします。で、あと、まあ、重要月序断を使って、比譜のラムダに対して、この R1 から R ラムダプラス1とそれから Q1 から Q ラムダを定めるっていうのはここまでは先ほど紹介したユークリッド互助法と同様です。で今回はこれに加えて S0 から S ラムダ S ラムダプラス1とそれから T0 から T ラムダ T ラムダプラス1というのを次のように定めます。ここにありますようにまずとインデックスが0の時はですね、S0 を1、T0 を0とします。で、次に、インデックスが1の時は、S0 を1、T1 を0とします。で、インデックスが、2以降ですね、から i イコール1からラムダの値に関しては、こんなふうに定めるんですけれども、この Qi というのは、R、に関してこう割り算した時の小なんですが、その Qi を使ってですね、Si プラス1というのは Si マイナス1から SiQi を引いたもの。それから Ti プラス1は Ti マイナス1から TaQi を引いたものというふうに定めます。実はですね、このステップはその R の i プラス1を導出するステップとセットで考えることができます。これ、まあ、まあ、ちょっと便宜的にですね、この Ri、Si、Ti を括弧でくくった、まあ、カグンのような表現で書いておりますけれども、もともとはですね、この R の i プラス1っていうのを求めるときに、これを R の i マイナス1を R の i で割って、でその時の小を Qi にして、それを引くことで、この R の i プラス1を出しておりました。で実はこの計算にですね、実は Si と Ti も組み込んで一緒に計算することができます。ですので、あらかじめ
R の i-1SI-1TI-1 と、から RISITI というのが分かっていましたら、その R の i-1 を R の y で割った時の小 qi を使って、R の i プラス1を出したよのと同じようなあのやり方で SI プラス1と TI プラス1も出すことができます。ですので、ユークリッドのご助法を使って RSITI を計算するときは、このような形で RI と同じ組で計算できるという点に注意してください。で、大事なことは、このとき、その成り立つ性質ですね。で、これを見ていきます。まず最初に、i が0からラムダプラス1に対して、SIA プラス TIB イコール RI という関係式が成り立ちます。で、特に最後のステップを見れば、その S ラムダ A プラス T ラムダ B が、まあ、A と B の GCD に等しくなるということで、今の方法でその SITI というのを計算していきますと、常に RI を出すたびに、この関係式を満たす SI も TI も求めることができるというのが、この拡張ユークリッドご助法の特徴です。で、もう一つの性質は、このじゃあ SI や TI が一体どれくらいの大きさで見積もられるかということなんですけれども、まず A が正の場合には i が0から t ラムダプラス1に対して t の i の絶対値は a 以下に抑えることができて、それから ASI の絶対値は b 以下に抑えることができます。さらに a が1より大きくてかつ b が正ならば、これもう少しきつい状態で強く抑えることができて、これはそうか、最後の要素ですね。だからラムダ番目の要素なんですけども、t ラムダの絶対値が2分の a 以下、かつ s ラムダの絶対値が2分の b 以下に抑えられるということも分かります。で、この定理の証明なんですけれども、証明2の方は時間の都合でですね、今日は省略します。今後の授業で触れる機会があるかもしれません。で、一応1番だけ証明しておきます。で、これは機能法で示すことができます。で、i が0と1の時には、その定義、SITI の定義からすぐに成り立つことが分かります。で、i が2以上の時ですね。i が2以上の時にそれを導くんですけれども、これはその r の i をですね、その r の i マイナス1からを r の i マイナス、ごめんなさい、 r の i マイナス2を r の i マイナス1で割った割り算でこう書きますね。まずこう書き表します。で、今度はこの r の i マイナス2、右辺の r の i マイナス2と r の i マイナス1をそれぞれその機能法の仮定を使って、その SI マイナス2 TI マイナス1を使って表すと。それから SI マイナス1 TI マイナス1を使って表すというふうにします。で、そこで今度はここの右辺をですね、式を展開して、今度はその A と B に関してこう式をまとめ直します。で、そうしますと、こういう形になるんですけども、実は例えばこちらの A の係数ですね、A の係数はこれはこの定理で定義したこの SI に等しくなっています。あと B の係数も今回の定理で定義した TI に等しくなっているということで、機能法のステップが示されたということになります。ここまででしょうか。で、以上の定理に基づくその拡張ユークリッドご助法のアルゴリズムをこちらのスライドに示します。今回入力は、F と G を R の元としまして、で今度はその出力としては D と S と T ですね、これを出力するんですけれども、それがどういう関係を満たすかというと、D は F と G の最大公約子で、それから S と T は F と G と D に対して SF プラス TG イコール D を満たすと、そういう元です。で、一応アルゴリズムの中身は先ほど説明したユークリッドご助法にと比べますと、いくつか S と T に関する手順を加えたものになっております。で、ステップ1では、
R0、R1 の定義に加えて、S0、T0、S1、T1 の定義を、代入を加えております。で、ステップ2では、こちらにありますように、このステップ2の A の部分は先ほどの、ユークリッド誤助法の、ものなんですけれども、で、これ、この時のその Qi を使って、その Si プラス1、Ti プラス1も同時に計算するということで、そのアルゴリズムが進んでいきます。で、最後に、その、ワイルのループが脱出したところで、まあ、R の i マイナス1が D になりまして、それから、S の i マイナス1と Ti の i マイナス1はそれぞれ、S と T として出力すべき数ですので、まあ、そのような数を選んで出力するということになります。一応、例題を紹介しましょう。これはテキストの例の 4.23 という例題です。で、まあ、F が119で G が35の時に、その、この拡張ユークリッド誤助法を実行したものです。で、そこで、まず最初の行にありますように、R0 に119を代入して、R1 に35を代入します。で、で今度はその R2、S2、T2 の組をですね、その見つけるんですが、これは R0、S0、T0 の組から、その R1、S1、T1 の組のその Q1 倍をまあ引くというものなんですね。で、この Q1 というのは具体的にどういう数かっていうと、R0 を R1 で割った時の小です。ですので、119を35で割った時の小ですから、この時の Q1 は3なわけですね。で、あとは、R0 は F ですから119。で、S0 は定義によって1。T0 は定義によって0。それから、ここはですね、R1 はこの G の値ですから35。で、S1 は定義によって0。で、T1 は定義によって1です。ですので、まず119と1と0の組から35と0と1の3倍の組をですね、こう引くわけです。でそれぞれ引くと、今度は R2 が14で S2 が1で ST2 がマイナス3というふうに出てきます。で次のステップでは R3、S3、T3 をですね、この R1、S1、T1 の組から R2、T2、S2 の Q2 倍でを引くという形で求めます。でここでの Q2 というのは R1 を R2 で割った時の小ですね。R1 が今35で、で、R2 が先ほどの結果が14でしたので、35を14で割った小は2ですから、ストック Q2 は2ということになります。で、同じようにして、S1 が、まあ、定義によって0、T1 が定義によって1でした。それから R2、S2、T2 はさ、まあ、その前のステップで14、1、マイナス3と出ていましたね。これを使うと。で、それでこう一遍に引き算をすると、今度は R3、S3、T3 の組が7、マイナス2、7というふうに出てきます。で、さらにもう1ステップ計算するんですが、今度は R の4、S4、T4 ですね。で、で、Q の3はどうやって決めるかというと、R の2を R の3で割った小で決めますけれども、R の2が14で、R の3が7ですから、これ、今度はその割り切れて、その小は2ということになります。で、R2、S2、T2 は、その、この2ステップ前で計算した結果ですが、14と1とマイナス3。それから、7と R3 と S3、T3 は1ステップ前で計算した値ですから、これ7と2とマイナス7。7とマイナス2と、失礼しました。で、これを2倍して引くということで、その結果、R4、S4、T4 はそれぞれ0と5とマイナス17ということになりまして、で、ここでその R の4が0になりましたので、先ほどのアルゴリズムのフワイルループは終了して、で、GCD としては、この Q3 ですね、この Q3 の2と、それから、それに付随する S と T として5とマイナス17を返すという形で計算が終わります。ということで、まず、そうですね、この拡張ユークリッドの誤助法のステップ、各ステップの計算が、まあ、この例題で分かると思いますので、まずこれの、ですね、内容をこうきっちり掴んでおいてほしいと思います。ここまで質問ありますでしょうか。はい。
一応今回は、可換換の基本的な定義の復習をしまして、それからユークリッドの互助法と、あと拡張ユークリッド互助法の紹介を行いました。で、次回は今回に続く内容ですけれども、拡張ユークリッド互助法の性質についていくつか述べます。それから次回からですね、拡張ユークリッド互助法の応用として、いくつかの計算を示しますけれども、次回はその表記方逆元の計算というのを紹介しますので、これはテキストにも記載があると思いますので、必要な人は予習をしてきてください。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。